いろいろお話聞いてるとねんで医学部に入ったのか分からへんと、まあ、お母さんの望みであったということが最大の理由であったわけですけど私はですね私だって能力があったらできたらいいなっていうふうに思った時期がありました。 誰もが憧れる職業でやると思うんでですけどねでもね素晴らしい仕事でやったとしても自分の本心に反するものであったならばその素晴らしさが分からなくなると思います。彼ねもね自分が何考えてるのか自分が本心で望んでいることは何なのかということがわからないです。大変やなと。ねえと私から言うだろうかと。いや 高橋さんが入るとややこしくなそりゃそうやろうなとあなた客観的にいろんなこと見えてるんだねことでねお話したんですけど父母を離れるっていうのはねこのお親にとってみたら子供ってねその子供が五十歳になっても六十歳になっても七十歳になってもね子供だと思いますそれでねよかれと思っていろいろこう ついてきてくれ,るくれるんですけれどもでもね、えー、精神的な自立をちゃんと果たさなければなりませんもしね一人でやっていけないそれができない人っていうのはね精神的なへその緒がくっついてるんですよ、まあ、自然界も私たちに教えてるんじゃないですか皆さん実はね「ほなって生まれた時ね覚えてる 覚えてないやんね覚えてたらトラウマになったんじゃないですかあんな暗いとこ取ってですよ。ね、よかったって、ね、生まれてきたねでもねおぎゃーって生まれて一番最初にすることは産湯で洗ってもらうことではありません母乳飲ましてもらうことではありませんへそのを切ることです。切って初めて次の人生のステージに立つんですよ。 そんなね太一時代このへそのおってんのは命綱でね随分世話だなったから私まいて生活しますよそんな人にスとーれへんやんのへそのでたらねえ父母を離れということですよね実はこれができてないと、まあ、誰かに保護してもらうことばっかり考えてるとねしがみつく人になりますしがみつく人っていうのはですねもういつもね 相相手手をを見張ったり相手を自由にさせてあげることはできませんもういつも見張ってるんですあのこの間長野県行った時にねバードウォッチングの人と一緒にねあの散策しました「バードウォッチング」って分かりますかバードウォッチング <laughs> ね鳥見るだけかよといやいやあのさえずりを聞くんですよねそ,その時ね「高さん高さん静かにしてシュッシね で遠くの方からこうなんかあの双眼鏡で鳥見てねでその鳥がさえずるのをねこう聞ききてね「そんだけ?」って私こ「この良さ分からない?」とか言って「いやいやええけど」言てほんならね鳥がねあの私が行くとねさえずらないねよこれ。<laughs> その時ねこの彼がねなんでさえずらないか分かるって。 それはね鳥ってねあ見られてると思ったらねさえずらないそうですだから距離を置いて双眼鏡で音を立てないで遠くからでもねじーっと見張られてると思ったらね自由にさえずらない私それ聞きながら人間も一緒だと思います管理されたり監視されたりね じーっと次何言うんとかそんなふうに見張られてたら自由に話せないでしょう話せない私は自由だ <laughs> 別に見張られてないねえもしそれが夫婦で見張り合うような関係になったらどうなるでしょうか実は一人でやっていけないので結婚するって難しいです実は一人でもやって ていける人だけが一人でもやっていける人と協力して健全な人間関係を結んでいくことできます精神的に大人になっている人だけですというのは 実は,ですね、実はねこの寂,寂しいなもうね寂しいから結婚するってチェーホフだったと思いますけどね孤独が怖かったら結婚するのやめときって言ってるでしょ結婚しても人間の本質に由来する孤独性というものを癒すことはできないと思います人間ってね一人一人ね孤独ですよ なんで孤独か言ったらね神様は一人一人の人格を別々に作ったからです個性があるんですよね個性があるということはね一人一人感じ方が違うということです何か悲しいことを経験したときにね同じように経験してもそれをどのような悲しみに感じているのかということはね一人一人違うんです血のつながった家族であったとしても だから人間ってね自分しか知らない個性がありますから自分だけが持っている人格で自分と同じように感じれる人をね探しても無理なんですね孤独ですよ。しかしこういうふうに作られているということを認めている人は。 相手が自分と違う考え方をしてたり違う感じ方しててもねそりゃそうやん神様はそういう風に作ってんからということでね支配しようとしませんこの結婚してねあの自由がなくなったあの空間的な自由じゃないです人格的な自由です私はね自由ってすごい大事だと思います この親から離れても一人でやっていけるためにはどうするかといったらね父母に代わって私を全面的に支えることができる魂の親を親とするということです。親がいをする必要がありますま。よく説明するんですけど聖書の中で全知全能の神様のことをねヘブライ語で「エル」「ダイと言います。いうのは 力のこことで、これはお父さんを表「しまゃばい」っていうのは「ちぶさ持つもの」という意味でこれは「お母さん」を意味します「お母さん」「母」っていう字に「草かんもり」つけると「いちご」ですねいいじゃないいちご甘くていい匂いがしてねっ お父さんに草かもりつけるともぐさですよねやいと癒し系の母と厳しい父両方いるんです最近はねあのイチゴのような父とね もぐささんんのよううなお母さんという役割がねあの逆転する場合が多いんですけども神様という方はねただお一人で完全なる不正と完全なる母性をお持ちになっているこの自分の作り主とつながるということなんですね。これができるとねああお父さんお母さんがあの時こういうふうな行動を取ったのはそういうことだったのかというふうにね親を客観的に見ることができます。 私にこの両親を与えたのは神様だ私の生涯私の生い立ち私の幼少期はこのようであったけれどもそれは必ずしも神様の理想が実現されているところではなかったけれども父にも母にもいろんな痛みがあったんだなとお父さんお母さんをね客観的に見ることができるようになりますこれ離れてるから客観的に見てるんですよ親替というか次の受け皿がないのにそれをするっていうことは非常に難しいと思います 第二番目、妻と結ばれるという言葉ですよね、このね、結ばれるという言葉ね、ね、受け身でしょう、結ばれる、結ぶんじゃなくてね、結ばれる。夫と妻が結びつくんじゃないんです、結ばれる。 これ何を意味するかと言いますとね祝福された結婚というのはね自分と相手の両性の合意プラス自分たちを超えた大きな存在によって結ばれて完成していくという神様の主権を認めるということなんですこれ,結ばれる。まあね多くの人は何で結婚するのと言うたらね恋に落ちたから。 ねえこの「好きになったから」ってこうなるわけですけどあの好きになったので結婚するという場合ですね好きでなくなったらどうなるんでしょう?「好きだということが理由で結婚した場合好きでなくなった時に一緒にいる 理由ってどうなりますか。いやもっと言ったらねもっと好きな人が出てきたらどうします?」。この「好きだ!」っていうのはね結婚の中で人と人とが結ばれる根拠としては弱いです。なんで彼女を選んだんですか賢いから綺麗だから。結婚した後でねもっと賢くて綺麗な人ってどういうわけか出てくるんですよこれ。 皆さんも胸に手を当ててて考えてください。不思議ですよね相手が素晴らしいからということが理由で結婚するとねもっと素晴らしい人が出てきた時にその結婚は危険なものになりますねある場合はね「合理的な便利主義もう実にすんのめんどくさい!」という男とね「将来不安だわ!」という女の人がね えこれお互いの利害が合致するということで結婚するということもあるでしょうけれど結婚してみたら便利になろうと思ったらねもっと不便やと思って分かってきたらどうしますと独身時代のほうがよっぽど自由にお金も時間も使うことできたわともうここ何これと実はね両性の,の合意だけではね弱いんです結婚って。 これを「結ばれる」というのはね「結ぶ方がいている」この「結ぶ方」というのが神ですつまりねたとえ感情が冷えてもたとえ好きでなくなってもまたたとえお互いの欠点が見えてもあるいは片方が病に伏して 治らない病気になったとしてもこの人は神様の深いお考えがあって私と結ぶように神が結びつけてくださったのだと神様の知見を信じることができている人は簡単に捨てることはできません人生の中においてね 自分の人生は全部自分の選択で、あと全部偶然だというこの人生観というのはね、危ないのです。神様の絶対主権的な権威ということをまあ認めることができない場合ね、難しいですね。もちろん例外はあると思います。聖書もこの離婚の例外を認めてますから、えー、まあ暴力なんかの場合はですね、これは。 よよくよく考えていいいかなななければならないと思いますすが原則はこうですそしてね結ばれるためにはね実は人間の側でしなければならないことがあるんですね。このね結ばれるっていう言葉ね実は原文のこのニュアンスというのはね接着剤でくっつけるという意味があるんです。ね、で接着剤で例えば2枚の板の板にですねこう接着剤を塗って。 とくっつけてそして乾いたら離れないじゃないですか。